こんにちは、藤本咲です。今回はじゃん、ミスタードーナツを食べていきたいと思います。イエーイ。噂の白いドーナツをいっぱい買ってきたので食べたいと思います。じゃ早速開けていきたいと思います。もちということで、こちらがミスドの白いドーナツたちです。わーい。これが白いポンデリング、これがみたらしポンデリング、でこれはなんかアーモンドなんちゃらポンデリングと、これは白あんポンデリングです。イエーイ、めっちゃ美味しそう。食べていきたいと思います。もちじゃまずこれから。わーいただきます。これ何の味してるかちょっとわからないけど、めっちゃ甘くて美味しいです。最近やばい、ミスドめっちゃ食べてる、高頻度。待って、他の味もいきたいから一回残しで、じゃあみたらしいきたいと思います。とろけ、いただきます。なんかすぐすぐって、でも味よく感じない。うまっ。でもとは水のね、一番エンジェルクリーム、中にあの生クリームが入ったやつが一番不明なんですけど、結構ここも上位、美味しい。うん、一回ポンデリングでチンするやつあって、温めて食べたやつ、これもなかなか美味しかった。じゃあこれいこうかな。やばい、なんか正直今めっちゃお腹空いてて、なんかもうバカすか食べてしまうかもしれん。よし、早く次これ。うわ、早くこぼしちゃった。うわ、いただきます。味がする。めっちゃ好きやねんけど、どうしよう。なんかホワイトチョコがほんまに好きやねん。めっちゃうまい、これ。すっごい美味しい。ドーナツって最強やな。幸せやわ。めっちゃ美味しいねんけど、これ。最近はドーナツあれも好きよ。オールドファッション。オールドファッションうまいよね。オールドファッションのサクサクしてるとこほんまに好きで。サクサクな気分がオールドファッションだと思います。あとは、めっちゃ前は、あれ、オールドファッションじゃない。ハニーチュロスも食べてた。でもこれさ、マジ先あるあるやねんけどさ、甘いもん食べたらな、しょっぱいもん食べたくなるねん。もう今それ。でもなんか焼き鳥とか食べたい。あ、今日のご飯絶対焼き鳥にしよう。マジでもうやばい、今しょっぱいもん食べたい。どうしようどうしよう。かわいいな。ちょっと休憩します。一回甘いもん食べすぎて休憩。おいで、ここにおる、かわいい。はい、ということで次のやつ食べていきたいと思います。そういえば次のツアーは名古屋なんですけど、皆さん来てくれますか？ありがとうありがとう。はい、私たちは今全国ツアーリンゴのツアーというものを開催しておりまして、初の全国ツアーなんですけれども、それが次が最後になっていて、最終日が7月14日名古屋となっています。はい、皆さんちょっと金曜日で
お仕事終わりとかちょっと大変だとは思うんですけど、はい、よかったら遊びに来てください。よろしくお願いします。もちさあって白あんを食べていきたいと思います。なんかこの白いね、なんかねキラキラみたいなのついてるのかわいい。いただきます。うん、うーん、あ、白あんですうん、めっちゃ美味しいわ。甘くて、甘くない、ん、甘いものが好きじゃない人は甘くもしれない、うん、なんかあれかも、雪見大福とか食べてる気持ち。白あんめっちゃ美味しい。最近はその全国ツアーの練習とかで結構時間を使ってるので楽しみにしていてね。ちょマジでドーナツ食べると一生のどかわくやばい。うわー、藤本的おすすめはこれこれなんかーって感じだけど、そう、この中ではやっぱ一番みんなにこれをおすすめしたいです。うまくて一番いにくなかった個人的超甘いのが好きで、ホワイトチョコ好きな人はこれ食べてもらいたい。うん、これめっちゃ美味しい本当に。でもなんかすごいなんかもたれるもたれちゃうなって感じ。これはめっちゃ美味しい。でもなんかさっきはなんかうわみたらしやとはならんかったけど、みたらし風味って感じかな。うん、でこれはマジ大福って感じでした。超美味しかったし、もう一回食べたいなって思うので、これ残ってるやつを藤本食べたいと思います。これね、この後のおやつにしたいと思います。はい、皆さんもよかったらミスドライフ充実させてみてください。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。みんなも美味しい食べ物をいっぱい食べような。バイバーイ。